うっす。ごこっちです。まあね、ちょっと、愚痴みたいな感じになるけども、飲食店でね、まあ働いていると、まあいろんな悩みがありますよと。で、まあ結構ストレス指数高いなっていう悩みがあって、ウーバーイーツとか出前館、まあデリバリーサービスあるでしょう。あれでね、やっぱね、ストレス溜まることあるんよね。特にウーバーイーツないけど、それをスタッフがとかじゃなくて、それを利用してる客がっていう話になってくんねんけど、まあウーバーイーツは客が腹立つって感じで、出前館は、まあ、スタッフもそうっちゃそうやねんけど、まあお客さんやたら注文多いみたいな、なんか概要欄みたいなのがあって、めちゃくちゃ注文書いてる人とかいるんよね。まあそれはいいねんけどね、例えばなんか出前館なんかね、なんか何時何時に来ますよと、例えばまあ19時に、配達予定というか受け取り予定ですみたいな、この店に来てみたいな出まして、でピローンってまあ入るわけですよ、端末に。で19時に受け取り予定で、まあちょっと先のオーダーとかも入るんやけど、入ってんのになんか18時に来たりすんのよ、配達員が。出前館でーす。いやいいのみたいな、逆に1時間前に来てさ、なんか7時19時にその受け渡しになってるんですけどみたいな、でなんかまだできてませんかみたいな言ってくるから、いやまだ1時間前なんですけどって言ったら、なんかみたいな感じで、いやっていうかわかるやんお前も考えたらっていうで、なんか大体そのパターンの時なんかわからんけど、もう急いで作って持っていかすねんけどさ、いやそれってその客はどう思ってんのかなってすごい聞きたいねんな。うん、まあそう、電話番号とかわからんから聞かれへんねんけどさ、まあ、出前館はなんかそれが結構多いねんな。なんかなんでみたいな、なんでそんな早くんのみたいな。でやっぱこの諸悪の根源、ウーバーイーツですよ。ウーバーイーツね、ほんまなんか客がねアホばっかりでね、なんていうの、こう総括するとウーバーイーツに言えよと、そればっかりなんよほとんどは。で店に電話してきて、なんか前いろいろ言ってくんねんけど、いやそれウーバーイーツの問題ですよねみたいな、うち関係ないですよねみたいなが多くて、でなんかなんていうの、店をその調べて電話してくる余裕があるんやったら、そのあなたのその調べたであろうスマートフォンを使って、その例えばその対応した問題の解決法を調べなさいよって思うよね。だから結構あるのが、なんか住所が違うところ登録してて、その変えたいんですけどみたいな、いやまずなんでと、住所をまず間違えて登録してる意味がわからん、確認するよね普通、まともな人間やったら。でかつ Uber Eats のその端末というか、そのアプリを使って調べるというか、ヘルプとか押したらすぐ出るのよ、わかりやすく。いや、それもう一回押して試したかと。じゃ、そんなの、あるんですかとか大体言うし。いや、もう調べて、ちゃんとやりなさいよと。うん。で、やっぱその、なんていうの、便利な、その、ツールとかアプリを使うのはいいけど、その、便利やから、こう、何も考えずに使って、ちょっとも考えようとせえへんやつが多いわけよ。特に、おじさん、おばはん。うん。おじさんだけおじさんっつって、おばはんはおばはんって言ってもで、まあその、なんかね、うちっていうかその店にね、店側に切れてくるやつとかいるわけですよ。まあ、住所変えたいねんけどもそうやし、なんか、なんやろ。例えば内容物がひっくり返ってて、いやいや、うちじゃないやん、それ、みたいな。
とか、まだ来ないんですかとか、その、ウーバーイーツって、その、注文してアプリで見れるわけよ。もう、そのスタッフが受け取ったかどうかっていうのが。受け取ってなかったら表示されへんし、受け取ってたらもうスタッフが向かってますよみたいなのが表示されるわけですよ。そう、見たらわかんのに、まだですかって。で、こっちは渡してるから、絶対出てるはずないよ。その配達員さんのやつが。やのに、うちにまだですかとか言ってくるし。で、なんか表示時間ってあるわけよ。何時に到着しますよ、みたいな。予定が。で、一番かかってこんぐらいです、みたいな。で、忙しい時って、もちろん時間かかるわけやんか。やのに、なんか、もうこっち先に出してて、その時間出してて注文してるわけやんか。やのに、なんかまだですかみたいな。いや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 。あなた、ちゃんと見て注文しましたみたいな。一番最初に出てますよね。何分かかりますよって。っていうのも分からへんような、アホばっかりが使ってるから、ほんまにストレス溜まるんよね。うん。まあその、他のね、店がどういう感じで電話かかってきてるか知らんけど、絶対これ賛同する人多いと思う。ほんまアホばっかり使ってる人。うん。というか、まあ、電話かけてくるやつは大体アホ。Uber Eats 関連で。で、なんか、なんていうの、キャンセルしたいねんけど、どうこうとか言ってきて、いやいや、知らんし、Uber Eatsにかけてくださいみたいな、サポートとかヘルプとかで。っていう話で。もうほんまになんでそんな、なんていうの、考える脳みそが足りないのかなって。でも怒り狂っとるわけですよ、普段から。うん。もう積もりに積もってね。マジで Uber Eats に言ってほしい。うん。なんか配達員が決まらへん時とかもあるわけよ。なんていうの、就業時間とかになってくるとお店が。その、配達さんがいなくてみたいな。まあ、都会とかやったらわからんけど、まあ、うちはまあまあそこそこなんで。まあ、遅くまでおるっちゃおるけど、なんか数が、まあ、配達員さんの数が少なくなってきて、まあ、その、マッチングせえへんから、その、お届けができないみたいな。で、なんかある程度時間経ったら、なんかお届けできませんでしたってなるんやけど、まあ、結構長い時間粘るんよね、そのマッチングが。で、なんかまだ決まってなくてみたいな。で、かけてくんねんけど、いや、それ、もう、うちじゃなくないみたいな。なんか、ほんまに、ちょっとは考えて言ってほしいね。あなたの使ってるサービスは、何ですか？ Uber Eats ですねっていう話よね。まあ、その辺をね、理解しながらちゃんと、ちゃんとしてほしいな。